アレクサンドル・ゲルビーチ・ドゥーギンは、ソビエト連邦モスクワ出身の政治活動家、地政学者、政治思想家、哲学者。2008年から2014年までモスクワ大学で教授を務めた。クレムリンに影響力を持つ存在とされ、レフグミ・リョフに始まるネオ・ユーラシア主義の代表的な思想家の一人とされる。1980年代は反体制活動家だったものの、 ソ連崩壊後のロシアに対して、アレクサンドル・ソルジェニーチンのように幻滅して、ヨシフ・スターリンの再評価とソ連の再興を掲げる、保守派となり、1990年代に、同じ元、反体制活動家のエドアルド・リモノフと共に1920年代に、白系ロシア人の間で流行したユーラシア主義の復活を掲げる国家ボリシェビキ島を結成した。これは、ジョージ・オーウェルの小説、 1984年に登場する国家、ユーラシアのネオボルシェビズムに着想を得たとも評されている。ボリスエリツィン大統領の打倒を目指すゲンナジー、ジュガーノフラ共産主義者とセルゲイ・バブーリンら民族主義、愛国主義者によって創設された野党連合、旧国戦線に加わるも、その後はリモノフトの党内対立で離れ、 ロシア政府のエフゲニー・プリマコフやウラジミール・プーチンを支持し始めた。また、ロシア連邦議会でユーラシア主義を推進していたゲンナジー・セレズニョフ、会員国家会議議長に顧問として起用され、ロシア政界と関わりを持つこととなった。2002年にユーラシア党、2005年にはユーラシア青年連合を設立し、ネオユーラシア主義を国際的な運動にすることを目指して、 活動を続けている。自由民主主義、資本主義、個人主義、グローバリゼーションなど、西側諸国のリベラルな価値や理念を強く批判、攻撃し、20世紀に衰退してしまった、共産主義とファシズム、21世紀に標準化した自由主義に代わる、第4の政治的理論として、ネオユーラシア主義を主張する。ルーギンは、有志以来の世界構造は、 海の秩序をコントロールする海洋国家と陸の秩序をコントロールする大陸国家に分けられるとし、ソ連崩壊後のアメリカ一極支配の世界においても地球規模の市場原理主義の下でグローバル化を主導するシーパワーのアメリカと独裁や宗教を統治論理としたランドパワーのロシアの心霊戦構造により当てはまるとした。ルーギンによると、北。 大西洋条約機構のような欧米の大西洋主義政策はハートランドを奪うためのロシアの封じ込めとリベラルな価値観が支配する世界の構築を狙いとするものであり、これに対抗してロシアは地政学的な戦略に基づいてユーラシア大陸に多極体制を築く外交戦略を取るべきだという。 ユーラシア帝国を作るためにもロシアは領土問題を避けるべきとし、まずナトウ陣営のドイツにカリーニングラードを返還して、中央ヨーロッパや東ヨーロッパに目を向けさせて、欧州全体をフィンランド化させ、中東ではイランと同盟を組んで、クルド人などイラン系民族を使って反ロ的でナトウ陣営のトルコを揺さぶることで脅威度を減らし、アジアでは日本に クリル列島を上渡して、反米を先導して、日米同盟を解体させ、ロシア極東への脅威度を減らすために、ベトナムを除くインドシナ半島に中国を南下南進するよう支援して、フィリピンやオーストラリアなど米国の同盟国と対峙させるべきと主張している。また、上海協力機構をおなとうと対決できる多極的なブロックとして重視している。ありがとうございます。